ウィスパーの被り物、ゲットだぜ。はい、ということで、どうも、ナオチンです。さあ、今日はですね、妖怪学園 Y、ワイワイ学園生活のお得な情報をやっていきます。まあ、この情報なんですけども、結構知ってる人が多いですよね。うん。多分、ほとんどの人が知ってるかもしれないんですけども、最近始めた人とか、まあ、コメントとかライブとかでもたまに聞かれるので、まあ、それをやります。何かっていうと、俺がね、今装備してる、ウィスパーの帽子とか、ジバニャンの帽子、それどこで入手するんですかと、いう質問がありますけども、入手方法は、これですね。YY オープンキャンパス。これで入手することができます。まあ、携帯とかパソコンで、オープンキャンパスを検索してもらうと、これに入れますので、ここに入って、学生証をね、作ってください。学生証。うん、簡単に作れますので、学生証を作りましょう。で、そうしたらね、こういうところ、まあ、学園長とか、こういうところをクリックしていくと、ポイントがもらえるんですよ。ポイントが。で、特に、ポイント多くもらえるのが、ムービーですね。ムービーを見ますと、一気にね、500ポイントとか、それぐらいのポイントがガッともらえるので、超お得です。まあ、俺、最初の方にね、ジバニャの帽子とか、他の、交換できるアイテムを変えたとき、そのときはムービーが少なくって、ポイント貯めるのが大変だったんですよ。でも今は、ムービーが結構あるので、楽勝です。うん。まあ、ものの10分ぐらいあれば、ほとんど入手できるかな。はい。まあ、そのポイントで入手できるアイテム見てみましょう。はい。ポイント交換のサイト、開けてみましたけども、こんな感じですね。このポイント交換なんですけども、アイテムは随時更新されるみたいですね。うん。まあ、今まではジバニャンの帽子と、この左側のアイテムだけだったのよ。でも10月9日にウィスパーの被り物が追加されて、で、さらに新しいアイテムも今後追加される予定となってます。うん。なので、ここでしか入手できないものばっかりなので、ここで学生証を発行して、ポイントをね、先に貯めておくっていうのをおすすめします。はい、見てみますと、ジバニャンの被り物は500ポイント。うん。まあ、ムービー1回見ればもらえます。かわいいよね。で、これ、2000ポイントの大盤振る舞いセット。これは美味しい。うん。ガシャコインがすごく美味しいので、2000ポイント。まあまあ、3、4分あれば貯まると思うので、これもゲットしましょう。で、このね、ゴールデンワイルドマグナム。これはね、実際いらない。いらないです。うん。作ったとしてもレベルがそんなに高くないので、後々になると使えない。あ、まあ最初のうちだったらね。うん。その序盤の方だったらば全然使えるんだけども、後々は使えないので、そんなにおすすめしないですね。3500ポイントと、なかなか多めです。まあでも、3500ポイント10分ぐらいあれば貯まるな。はい。そして、最近追加された、ウィスパーの被り物。だね。はい。これも、なかなか可愛いので、ゲットしてはいかがでしょうか。そして、やっぱり書いてあるね。なんと、今後も追加予定。どうもね、ダウンロードコンテンツが、来るごとに来てるので、まあ、次のね、ダウンロードコンテンツ、第2弾、あの後に、また追加されるのではないでしょうか。はい、ということで今日はですね、知ってる人は知ってるけども、知らない人は意外と知らない情報っていうのをやってみました。まあ、被り物、ファッションですね。ここでしか入手できないので、まあ、ここで入手してみてください。なかなか可愛い装備ですよ。では、またね、出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、ご視聴、ありがとうございました。そいやー。